ましたが、今年も飛ばすつもりで頑張ります。 MC は7人です。よろしくお願いします。それでは改めて国立に座る室谷義秀パイロットの紹介をしましょう。よしこと室谷義秀は18歳の時からグライダーで飛び始め、19歳の時にアメリカで飛行機のライセンスを受け、その後アメリカでアクロバットの訓練を受け、エアショー活動を始めました。愛機エクストラを借り、華麗なエアショーを行う一方、アスリートとして直立飛行の世界選手権にも精力的に挑戦しています。さあ、そのよしが今皆さんの前を向けてスタートしていきます。さあ、日本どうか大きく一連手を繰り出してあげてください。さあ、このヨシは2009年にソラのキングワンといわれるレッドブルワールドチャンピオンシップにアジア人初の選手として参加をし、ナビール世界一労働のパイロットたちをライバルに世界各国を挑戦しています。今季は4月のサンディエゴ大会、6月の母国千葉大会、9月のドイツラウジス大会で見事優勝、そして先月のアメリカインディアナポリス大会でも優勝、合計74ポイントでついに念願の今季チャンピオンシップ総合優勝を獲得しました。世界チャンピオンのライトがもう少しで始まります。楽しみですね。Finally, he became the world champion in Indianapolis last month.